ランベルトの W 関数、数学における、ランベルト W 関数、ランベルト W 関数、あるいはオメガ関数、対数積、プロダクトロガリズム定積対数は、関数の逆関係の分子として得られる関数の総称である。ここには、指数関数では、任意の複素数とする。すなわち和を満たす。上記の方程式でと置き換えれば、 任意の複素数に対する関数、一般には関係の定義方程式を得る。関数は単車ではないから、関係は、を除いて多かである。仮に実数値のに注意を制限するとすれば、複素変数は実変数に取り替えられ、関係の定義域は区間に限られ、また開け区間上で二価の関数になる。さらに、制約条件としてを追加すれば一価関数が定義、それで、 お呼びを得る。それと同時に、下側の枝はであって、と書かれる。これはからまで単調現象する。ランベルト関係は、初等関数では、表すことができない。ランベルトは、組み合わせ論において有用で、例えば木の数え上げに用いられる。指数関数を含む、様々な方程式。例えば、プランク分布、ボーズ、アインシュタイン分布、フェルミ、 ディラック分布などの最大値を解くのに用いられ、またのようなの解としても生じる。性化学において、また特に構素動力学において、ミカエリスメンテン動力学の教授、動力学解析に対する閉じた形の解は、ランベルト関数によって記述される。ランベルト関数は、ヨハン・ファイン・リヒ・ランベルトにちなんで名付けられた。デジタルライブナリー・オブ・マスマティカル・ファンクションスでは趣旨を、 分子はと書いている。ここでの表記の規約、つまりは、ランベルトに関する標準的な参考文献に従った。ランベルトははじめ、ランベルトの超越方程式に関連して1758年に考察した。これは、レオンハルト・オイラーの1783年のの特別な場合を論じた論文につながる。ランベルト関数は、特殊化された応用において、 10年程度ごとに再発見されてきた。1993年には、東電化に対する量子力学的、物理学における基本問題の厳密解をランウェルト関数が与えることが報告されたとき、高レスラ計算機台数システムメープルの開発者たちはライブラリーを精査して、この関数が自然界にあまねく存在することを発見した。影関数微分法により、 の任意の枝が常微分方程式を満たすことが示せる。ではは微分できない。したがっての同関数和を満たす。ここで高等式を用いるならば、と書き直すこともできる。関数、および、それを含む多くの式は、と置いた、置間積分によってと積分できる。あとの統合は、文献でよく見る形だがでは、正しくない。したがって、であることも考慮して等式が得られる。 のを中心とするテーラー級数は、ダラン・ベールの収束判定法によると、収束半径はである。この級数の定める関数は、区間に沿ってを入れれば、ガウス平面の全域で定義される、生息関数に延長することができる。この生息関数を、ランベルト関数の主値と定めると展開される。ただし、であり、は皮膚の第一種スターリング数である。 もう一つの区間上で定義される実関数な枝は、と書けば、が十分に近いとき同じ形の前近展開を持つ。という上下の評価が成り立つ。またもう一つの枝の評価はに対してとなる。の整数上もまたにおいて、単純なテーラー級数、あるいはローラン級数展開を持つ。例えばより一般に、ラグランジュの反転公式を用いれば、に対してとなることが示せる。 これは一般に異数のローラン級数になっている。あるいは同じことだが、この式をのべきに関するテーラー級数としてと書くことができる。これは任意のとに対して成立する。任意の比例代数的数に対しては超越数になる。実際、画例ならばモデでなければならず、またが比例代数的数ならば、リンデマン・ワイエル・シュトラスの定理によりは、 超越的でなければならず、従ってもまた超越的でなければならない。いくつかの等式は定義から直ちに得られる。ここで、は単車でないから、は、常には成り立たないことに注意すべきである。かつなるを固定して、方程式はに関して二つの解を持ち、その一方はもちろんである。もう一方の解は、の場合に、の場合にある。これらを踏まえて、次の式を導くことができる。 おえる。オイラーの反復指数関数を用いればおえる。dx イコール2 sqrt パイます dx アンドイコール int でインフティフラック u ue ハト u sqrt ue ハト ue ハト u tu コピー t アンドイコール int でインフティフラック u プラス1 sqrt ue ハト u T. U. コピー T. アンドイコール I. N. T. で、インフティフラック。U. プラス一、S. Q. R. T. U. フラック。一、S. Q. R. T. E. ハット。U. T. U. コピー T. アンドイコール I. N. T. で、インフティーハット。フラック。一、二 E. ハット。フラック。U. 二、D. U. I. N. T. で、インフティーハット。フラック。一、二 E. ハット。フラック。U. 二。 du, and イコールに int, で ,infty,flak,1,2ehat,w, dw, プラス s に int, で ,infty,flak,1,2ehat,w, dw, and, and,quad, and イコールに sqrt, に int, で ,inftywhat,flak,1,2ehat,w, に int, で ,infty,flak,1,2ehat, dw, and イコールに sqrt, に c.gamma sqrt, に c.gamma, and イコールに sqrt, に sqrt, にエンドアライン n m は、二つ目の式でと置き換えることによって得られる。また一つ目の式は、この三つ目の式でと置くことでも得られる。分岐切断に沿うを除けば、そのようなでは、以下の積分が確定しない、ランベルト関数の種子は、 以下の積分によって計算できる。この二つの積分の値が等しいことは、非積分関数の対称性による。指数関数を含む方程式の多くは、W 関数を用いることで解くことができる。主な方針は、未知数を含む項を方程式の左辺、あるいは右辺に寄せ、W 関数で解を表現できる G の形にすることである。例えば、 方程式フォーミュラ41を解くには、両辺を2で割り、1イコール5手と変形する。そして両辺を5で割り、LN をかける。すると、イコール LNT となる。ここで、W 関数を用いれば、LN、トンイコール W、すなわちトンイコール W、LN となる。同様の方法で、X、イコール Z の解は、あるいは、となる。 複素数の無限界の累乗が収束するとき、ランベルトの W 関数を用いれば、その極限値を次のように表現できる。ただし、ログは複素対数関数の主値とする。通常のランベルトはに関するの形、ただしは実定数の超越対数方程式の厳密解を記述することができる。ランベルト関数の一般化として、以下のようなものを挙げることができる。 関数の基礎物理問題への応用は、で表される、通常の関数の場合でさえも、近年のの分野に見られるように、尽くされてはいない。関数は、ニュートン法を用いて近似することができて、従ってに対する逐次近似和として与えられる。また、を用いた近似和の計算において与えている。関数の実装は、などがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。